トニー・ヤンチュケは、東ドイツホイエルスベルダ出身のサッカー選手。ボルシアメンヒエングラートバッハ所属。ポジションはディフェンダーもしくはミッドフィールダー。トニー・ヤンチュケとも表記される。2006年に FV ドレスデン・ノルトからボルシアメンヒエングラートバッハへ移籍。2008年にハンス・マイヤー監督により、 トップチームへ引き上げられ、同年11月29日のエネルギーコットブス戦で公式戦デビュー。同年12月6日に行われたバイアーレパ空前戦で初ゴールを挙げたが、18歳と234日でのゴールはボルシア・メンヒエングラートバッハの歴史の中で、マルコビ・レッタ、ライナー・ボンホフに次ぐ3番目に若い記録であった。また、 同年夏にボルシア・メンヒエン・グラートバッハとの間でプロ契約を結び、2009年1月から契約が適用された。マイヤー監督の元守備的オールラウンダーとしてミッドフィールダー、センターバック、左サイドバックとして起用されていたが、リュシアン・ファーブル監督就任以降は右サイドバックのポジションに定着。2014年2月にはクラブとの契約を2018年まで延長した。 一方、2015年12月に、全十字人体を断裂し、内側半月板を損傷。復帰後の2016年4月には練習中に、左足の素形部を負傷するなど怪我が重なり、2015から16、シーズンには15試合の出場に止まった。U-17 ドイツ代表としては2007年3月27日に行われた。 U-17 スコットランド代表戦でデビューし、同年8月から9月にかけて、韓国で開催された 2007FIFAU-17 ワールドカップの代表メンバーに招集されると、グループリーグ初戦の U-17 コロンビア代表戦を含む2試合に出場した。U-21 ドイツ代表としては2013年6月に、 イスラエルで開催された UEFAU-21 欧州選手権2013の代表メンバーに招集されグループリーグの3試合に出場した。ありがとうございます。